はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。5時20分ですね。先ほどまでですね、日本橋横山町でですね、あれをやっておりました。売却相談会をやっておりました。まあ、今日もまあまあ来ていただきましたね。面白い話もいっぱい聞けましたし、はい、行きましょう。本題行きましょう、本題。週刊文春電子版。なんかね、文春オンラインと別にこんなんができたみたいでですね、なんかまた変わってんなという感じがしますね。私腹を肥やす行為で懲戒解雇された日経新聞記者と不動産業界との密接公開、交際。プレジデントオンラインからは記事が全て消えたって、これなんなんという感じですね。うちの記者が取材先にもかかわる重大事案で懲戒解雇となったにもかかわらず、社外に公表せず、これまでやってきたような形で記事にもせず、社内の一般社員への説明もしていません。これでは後輩への注意喚起や再発防止への取り組みもできず、心配です。こう探索するのは日経新聞の現役記者 A 氏であると。え？っていう感じですね。日経新聞社内で一部の幹部に対してとある社員の懲戒処分の情報が共有されたのは今年1月のことだった。日経幹部 B 氏が語る。各グループ長が参加する会議で、ある社員が懲戒解雇となったことが伝えられました。明かされたのは当該社員の所属とお役職のみで名前も明らかにされませんでした。懲戒理由についても私腹を肥やしていた旨の説明があっただけです。具体的な説明は何もありませんでした。中堅社員の C 氏が補足する。その後社内の情報を結合して分かってきたのは、処分されたのが50代後半の X 記者だということ。もう定年間近ですよ、50代後半、ということ。昨年後半から問題を把握した会社側は X の不正について社内調査を行っており、 X は昨年11月から12月頃には謹慎していたようです。年が明けてから正式に懲戒解雇されることが決まった。すでに社内の情報共有システムからも X の名前は消されていますと。ここまでが無料でございまして、この後がですね、月初月300円でこの続きは読めますってなるんですけど、まあね、これだけ読むために入るというのもですね、なんですから、どうせ、分かることなんですよ。月額2200円、すごいな。年額1833円ですね。で、22000円で一括払いねんですね。はい。こんな、作ったんですね。はい。何があったか私もよう知りません。よう知らんけども、その、プレジデントオンラインからは記事が全て消えたって、もしかしてこの方、懲戒解雇にされたという、記者さんがですね、プレジデントオンラインに何か書いてたんでしょうかね。なんかようわかりませんけども。知りたい。不動産業界との密接交際、に、日経の記者さんが不動産業界と密接交際して私腹を肥やすなんてことできるのかなという気がしますね。なんか、何やろ。その、スキームがようわからんっていう感じがします。その不動産業界に有利な記事を書いたということですか？その不動産会社に。もうその辺もようわからん。よう分からんけど、こんなんそのうち分かりますよ。というか、そのうちネットでも分かるんちゃいますか？大体ね。なんで、どうせ業界内ではなんかこう伝わってきますし、まあまあ分かるでしょう。でも早く知りたいな。
でどういうスキームかという興味あるんですよ。どうやったら新聞記者がですね、不動産屋と付き合って、不動産会社と付き合って修復を肥やせるんやろうというというわからん。そんなね、あの新聞社ってね、社内チェックあるわけですから、あからさまな提灯記事は書けませんからね。まあそれとなく、なんていうんですか、プッシュするような記事は書けるかも分かりませんけども、それにしてもそれでですね、こう業産お金がもらえるとも思いにくいし、謎でございます。ただしね、このちょっとぐらいバレた、ちょっとお前聴取に書いてあるぐらいやったらね、懲戒解雇にはならないと思うんですよ。懲戒解雇ですよ。それ中身がね不当であればですね、あの逆に告訴されたらですね、やばい、どうですけど、まあ、きっちりですね、証拠も上がって本人も受け入れたんでしょうね。今も3月ですからね、1月2月に発表されてたんでしょう。なんかそのあたりがようわからんなという感じがいたします。しかしその50代後半の記者さんもこれでもう人生がガラッと変わりましたね。まあ、お名前が出ていないのがですね、まあ唯一の救いなんかもしれませんけどね。ツイッターに出てへんかな。なんか仮想通貨関係で出てますけどね、不動産会社ちゃうの。そう、ほんで日経社員ってね、あの株買えないんですよ。株買えないから、この株上がんでって買うわけにいかないんですね。まあその誰かに買わせていたのがですね、バレたということはありえますけども、かなりでもそこはね厳しいんですよ。なんでそんな簡単にはできないはずなんですけども、なんかツイッターでもそれらしいのは出ていませんね。まあでもまあそのうちわかるんですけどね。なんやろ。なんか出ていませんね。はい。まあ、明らかになればですね、まあ、ここで言えることであればいいんですけどね、その、ちょっとその、いろいろとですね、私、しがらみはほとんどないんですけども、ですね、こう、公序良俗に反するみたいなことはやりたくないんでですね、まあ、内容次第によりますけども、まあ、日経ってね、ものすごく、こう、どう言いますかね、経済界、にはですね、なんて言いますかね、こう権威があるメディアなんですね。で今やですね、新聞社の中でですね、本業いわゆるですね、新聞を出して、あるいはネットのメディアを運営してですね、それなりにうまく回してるのは日経だけではないかなというふうに私は認識してるんですよ。もう朝日もね、読売もですね、不動産屋みたいになってますからね、本当に。不動産屋みたいになってるんで、で、本業は多分赤字か、赤字寸前か、まもなく赤字になるかなんかそんなんでしょう。なんで、もうだから、健全な紙の新聞を出してる企業ってもう日経だけちゃうんかな、という気がしますね。僕はですね、学校卒業するときの人気はいっぱい、一番朝日なんですよ。ほんで話に聞くとですね、私の10年後輩ぐらいまではですね、日経の記者は大体朝日落ちなんですってだから朝日コンプレックスがあるんですけど、今は完全逆転してるんちゃいますか。もう15、6年前から逆転してるんちゃいますかね。ほんであの例のですね、2014年頃からやったな、あの朝日新聞が慰安婦問題でですね、間違ってました、すいませんとは言いませんけど、間違ってたんやんとかいうですね、あの記事を出して以降、朝日の凋落も激しいわけであって。読売は相変わらず読売ですからね。で、産経はどんどん部数減で、毎日なんてまだあんのっていう感じですからね。
唯一の日経でですね、なんかこう大きな不祥事があったみたいな感じでございますけども、なんか知りたいわと思いつつ、閣下総用としておりまして、このですね、文春のですね、記事のアドレスを貼っておきますんで、まあ皆さんもここまでだったら読めるというところでございます。はい、どうもありがとうございました。